DJ、SODA、炎上事案、性被害のまとめ、解決策、おっぱいでのし上がったように見受けられる韓国人の女の DJ が、ジパン部のフェスで胸を触られたということから一部の SNS でトピックに上がった今回のトピック、この動画では何が起こったのか、とどうして一部で話題になったのか、の分析、最後に解決策について提案する動画となります。お、ありがたい。聞き直すだけでいいように作ってありますので BGM 代わりにお使いください。結論を言うと、こういったイベントは定期的に発生し、お互いが壁を向いて壁に向かって避難しているので分かり合うことはありえないというのが結論よ。やっぱそれは、ことの発端は音楽フェスでファンサーをしたこの DJ がおっぱいを触られたってことで SNS で不満を吐露、これが右左の火薬庫に火がついてハルマゲドンが発生したというのが今回の流れで、ここから対立軸の両陣営の音楽性について解説してくいわね。お前サバンナでも同じこと言えんの？派閥、この人たちは人間社会というのは所詮は弱肉強食であり、どのような振る舞いに対してもリスクはありますよ、という音楽性の持ち主であり、このサバンナチームが批判している部分は、露出の多い服を着ていたら犯罪率が高まりますよ、とか、露出の多い服を着ていたのならぜひもなし、という価値観ね。サバンナで元気な獲物と弱った獲物がいたら肉食動物は弱った獲物を狙うでしょう。もしくは、露出の多い人間は露出の低い人間よりも犯罪率が高まるということを知っている人間ね。ここでのポイントは、これはサバンナで生きるサバンナチームにとっては当たり前の現象であって、自衛して然るべき現象だったり、仕方のないこと、という音楽性なわけ。ただし、ここからがこのトピックの肝なんだけど、サバンナチームのコメントのほとんどの合意は、不特定多数の局部を触るのは性犯罪である。性犯罪者は処して然るべき、という音楽性を持っているわ。ポイントはチームサバンナの人たちのほとんど誰も、犯罪を擁護しているわけではないという部分で。そういうこと、ここ、ガチで大事な部分だからよく覚えておいてね。その上で、サバンナチームは、犯罪は悪い。だが露出の多い服装をして自衛をしなかったら犯罪率は高まるよね。だから犯罪が発生してしまったのは露出の多い服装をしている部分が要素として存在するよ、ってことを言いたいわけなの。何度も確認するけど、犯罪を擁護しているわけじゃなくて、人間社会をサバンナの延長線上で俯瞰しているサバンナチームからすると、怒るべくして怒ったインドを怒っていうことを言いたいわけね。そうそう、このチームサバンナと反対側にいるチームが、文化丸投げチーム、もしくは、ユートピア、ディストピア型。ちなみにこの炎上元となった DJ も、文化丸投げチームの派閥よ。この派閥は高度に発展した文化に全てを丸投げする派閥であって、高度に発達して危険という部分もある程度アウトソーシングすることに成功した社会においては、危機管理能力がガバガバなやつでも生きられるというとてもありがたい世界になっているし、やらかしと思える部分もある程度アウトソーシングして、全部あいつのせいにすることが可能な社会が生まれたのよね。この超絶アウトソーシング価値観というのは、9世紀の人類や今も自然界で生きている動物にとっては理解のできない環境は、この手のこれからも起こりうるであろう。ハルマゲドンは常にどこかで毎日量産されるわ。やっぱつれえわ。いい時代なんだけどね。悪用もすることができる部分が脆弱性として表に出るとこういう現象が発生するってことね。北斗の拳の時代だったり、9世紀ならこういう危機管理能力の低い生物って自然淘汰されていくんだけど。で、何が対立点かというと、お前の危機管理能力ガバガバじゃねえかっていうチームサバンナの音楽性に対して、犯罪は絶対許さない、絶対にだ、という派閥でハルマゲドンが発生しているわけ。ちょっと待って、どうしたんだい？ヤブカラスティックに、さっき何度もチームサバンナは性犯罪は犯罪として処されるべきだって言ったわよね。言ったわよ。なのにどっと拡大解釈したら、チームサバンナの言っている部分がチームサバンナは性犯罪を容認している、許せんになるわけ。君のような感の医学は嫌いだよ。文化丸投げ方はそういう発言をするやつは全員、好きな服装、露出の多い服を着てるやつは犯罪に遭うということを容認したと言っているって解釈するのよ。え、何それは。そうなの。ここがガチでこのファイナルソーシャルジャスティス王の肝であり、露出の多い服を着ていると犯罪率が上がる、等のは現象なんだけど、これを DJ は現象として認識しないわけ。お互いが主張している部分が違いすぎて全く話が噛み合っていないのですが、それは。そういうこと。大体この手の話っていうのはお互いが壁に向かって自分の言いたいことを言っているだけだから議論にならないわ。だからハルマゲドンは起きるの。前提条件として言うと、私が SNS とかのコメントを漁った限りだけど、危機管理がバガバハ、チームサバンナの中で性犯罪を擁護するコメントはないわ。何度も繰り返し言うけど、性犯罪はダメ、絶対っていうのはチームサバンナ派閥の多分共通の認識ね。対してこの DJ が何を主張しているのかというと、犯罪を擁護している奴らは許さない、絶対にだ、という風に捉えかねない主張ね。悪い、やっぱつれえわ。これを文化丸投げ方は、チームサバンナの奴らは性犯罪をする奴らを擁護しているとか、女性が好きな服装を着る権利を侵害しているって極大解釈するのよね。何度も言うけど、チームサバンナは性別問わずに人間が好きな服装をすることを制限していないし、性犯罪はダメ、絶対ってスタンスよ。なのになぜか文化丸投げ方はチームサバンナを性犯罪者擁護分団として噛みついてくるわけね。根本的に住んでいる世界観というか、見えている世界が違うのよ。なので同じ人間なんだから話せばわかるという派閥とうちらは音楽性が合わないんだけど、人間ってのは多様だからこういうことは往々にして起こるわ。
この DJ は私たちが作った用語で説明するなら、文化丸投げ型、もしくは完全アウトソーシング型と呼ばれる音楽性を持つ人間で、この人間はユニークの個体とかそういうのじゃなくて、文化丸投げ型は実は至るところに存在するわ。小児科医や学校にクレームをするモンスタークレーマーなんかは、文化丸投げ型に属するわ。言っておくけど、クレームをしてはいけないということを言いたいわけじゃないわ。この DJ のように SNS とか使ってクレームを言えばいいと思うし、それは個人の権利であり自由よ。ただしその結果、小児科って訴訟リスクが多いからやりたくねえなって医者の卵が増えるから、小児科にアクセスできるキャパシティは年々減少するし、時間部においてはおっぱい DJ 使うと炎上リスクが高まるから使うのやめようぜってなる確率が上がるから、他のおっぱい DJ が少なくとも時間部のフェスに呼ばれる確率はしばらくは減少すると思われるし、韓国出身のアイドルとかが時間部に呼ばれる確率が減る可能性が高まるわ。まあ当然ね。ここで文化丸投げ方について解説するわね。雑に説明すると、文化丸投げ方の脳内に自己責任という概念は存在しないわ。やっぱそれは文化丸投げ方の特徴は、社会や人間は完全に文化によってコントロールされているという価値観で、この DJ の場合はコントロールされた社会では性犯罪は起きないし、自分は着体服を着る権利も保障されているという音楽性を持っているわ。だから DJ に対して性犯罪が発生したなら、それは性犯罪をしたやつや性犯罪を擁護するやつ、そんなやつはほぼいない厳格組織運営、国が悪いわけ。ここはハルマゲドンポイントで、社会や生き物は不確実性の高い生物だったりするわけ。なので犯罪だと分かっていても行動する個体や、DJ が俺理論を展開できるように、おっぱいを触っても犯罪じゃないという認識の個体も存在するわけ。なぜなら生物は多様だから。この DJ の言うように、民主主義の先進国であれば好きな服を着る権利は保障されているし、不特定多数のおっぱいを触ることは犯罪よ。多分、ここはこの DJ が一生理解できない部分であり、だからハルマゲドンは発生しているのだけど、保障された権利が必ずしも履行されるとは限らない。生物は多様なので犯罪というハードルを超える個体は存在する。この世の中はユートピアでもディストピアでもないので、ある程度の危機管理を自分でしなければならない。という部分で、とりわけ最後の3は得意点なんだけど、チームサバンナ派閥は、ほとんど誰もこの DJ が好きな服装をすることに対して、ポリプレ違反ですよ、とは言っていないわけ。彼らは、どうぞ、好きな服装をしてください。ただし、露出の高い服装は犯罪発生率を高めますよ、と言っているだけなの。彼らは社会は完全にコントロールできないと知っているし、権利は必ずしも保障されることはないってことを理解している弱肉強食が身についた派閥だからね。そうそう。ところが、社会は完全にコントロールされていると思っている DJ にとって、この発言は全て脳内フィルターで翻訳されて、露出の多い服装をするってことはフリーおっぱいを私が許可したということね。って解釈されるわけ。なぜならこの DJ が所属している文化丸投げ方の派閥にとって、露出の方に限らず高度に管理された社会では犯罪は起きないという前提だからよ。これはもう一生分かり合えない案件で。そういうこと。だからチームサバンナがどんなに、この世の中にはある程度自己責任頓着度が存在し、社会は完璧ではないので自らリスクコントロールをするべきではないのですか、という発言は、文化丸投げ方からしたら、自分の着体服を着る権利を侵害されただったり、露出の多い服を着ているやつは性犯罪をしてもいいって擁護している、許せん、手のないフィルターがかかっちゃうから、チームサバンナと文化丸投げ方との議論は成立しないし、この現象は今後も別の形でいろいろな場面で噴出するわということよ。やっぱそれは何度も言うけど、チームサバンナはほぼ誰一人として犯罪者を擁護していないからね。雨が降るって天気予報で言ってたのに、傘持ってデフェなかったやつが切り散らかしているのに対して、だって傘持ってデフェなかったやんってチームサバンナの人たちは言っているに過ぎないのよ。やっぱつれえわ。最後にこの動画を作るにあたって香ばしい記事があったから引用するわ。モブエナの全文リンクは詳細欄に貼っておきます。セクハラをはじめとするハラスメント被害は、被害者が擁護されない現実があるのも事実である。性被害であれば前述のようにクソのせいだ、好きがあった、いじめであればやられる方にも問題があるなどと、被害者側に非があるかのような意見が出ては、被害者を傷つけ追い詰めていく流れが常にある。この文章のいやらしい部分は最後に、いじめであればやられる方にも問題があるというミスリーディングを貼り付けて、自分の言論にスピニングをかけている部分なんだけど、何度も言うけど、チームサバンナというか動物社会の延長線上に存在する極めて得意な社会である現代社会においても、ノーリスクなんてものはないわけ。必ず行動にはリスクがつきまとうし、リスクというのは振る舞い次第でコントロールできる余地があるものなので、露出の多い服を着ていたら犯罪率が高まるというのを別の言い方をすると、露出の多い服を着ているからそうなったってなるわけ。それと、セクハラをはじめとするハラスメント被害は、被害者が擁護されない現実があるのも事実である、というのはこの記事書いた田中ミランの印象よ。例えばレイクされたりする事件では、警察やメディアは暴行って表現したり、なるべくその内容を取り扱わないようにしているし、10年前とかと比べたら格段に進歩しているわ。少なくとも性被害者に対する配慮は徹底されていると思うわ。今回のこのハルマゲドンが発生した理由は、ポリコレ問題とほぼ同じなんだけど、女性が性被害を受けてて、露出の多い女は性被害を受けてもいいなんていうクスがいるってミスリーディングをして煽りまくったから、こんなにチームサバンナから文句をぶたれることになって、女は性被害を受けてもいいって思うやつなんて野蛮って言われれば、ポリコレの観点からしたら誰も反論できないでしょ。こうやって本来の論点はそこじゃないのに、一方的に自己都合の価値観を、相手が反論できないような煽りをつけて、ポリコレシールド貼ってマウンティングしまくった結果なのよね。やっていることがポリコレ犯と一緒ってことね。そうそう、しつこいくらい言うけど、チームサバンナは性犯罪はダメ、
絶対って価値観だからね。ただし DJ チームはそれを極大湾曲して自分たちの都合のいいように使っている部分は問題の本質だと言えるわ。最後に解決策について説明するわ。まずこの DJ は今後ジパン部で興行をすることは少なくとも N 年はないと思うわ。理由はトラブルメーカーだということが今回の現象で発覚したので、興行側からするとリスク管理が面倒くさいからね。次に私たちが勝手に思っていることだから別にこの部分はアグリーしなくてもいいんだけど、私たちはこの DJ はおっぱいでのし上がった DJ だと仮定すると、別におっぱいってコンテンツは何も韓国だけのユニークなコンテンツじゃないから、ジパン部在住のおっぱい DJ を呼べばいいと思うわ。いちいち特定アジアのネトウより火がつきやすいやつ、国を巻き込んだハルマゲドンに発展する可能性の高いリスク要素をあえて使う理由なんてないって考えね。そういうこと。うちはめちゃくちゃ EDM 聞くけどこの DJ のこと全く知らないわ。 SNS でチャンネル登録者数のるまる万人持ってたとしても、コンテンツ高の時代においては N 万人はとてもすごいけど、所詮そんなもんって感じなのよね。悲しいな。次にココログを漁りましょうってことね。例えばこの DJ の場合は過去にアメリカの飛行機に搭乗するときに FUCKU でレギンスを履いていたのをとがめられて、最終的にミスからレギンスを脱ぐという事案をしているわ。ヤフ記事でレギンスを脱がされたという煽りがあるけど、これは嘘記事よ。こんな感じでココログを漁ればある程度そいつがトラブルメーカーかどうかという部分を知ることが可能なの。なので運営としてはしっかりココログを漁って潜在的にトラブルになりやすい思想や行動を起こすプレイヤーは引くという運営方針をすることがベターだと思うわ。触らぬ噛み方ありなしをしましょうってことね。最後はリスク管理を徹底しましょう。プレイヤーと観客が触れ合い動物園をできないように、東西冷戦のメルリン並みにギャップを広げるとか、観客を先に追い出してプレイヤーを退場させるとか。でもこいつ自らギャップがあるのにもかかわらずファンサー始めているんですけど、それはアンポンタンなのよ。首から精肉ぶら下げてサファリカーから降りてライオンの群れに近づくって自殺行為にチームサバンナからしたら見えるんだけど、全部丸投げ派閥からしたらそう見えないわけ。ミンチよりもヒデや。徹底的に不特定多数とプレイヤーが接触するリスクを減らす行為をすることが大事ね。あた、絶対にプレイヤーも観客も接触しないでくださいと徹底させるとかね。そうそう、そういう対策をしたのに自ら観客に近づいて事案が発生したなら、それはもう観客に自ら近づいたプレイヤーが悪い、我々はリスク管理を徹底してましたってスタンス取って全部プレイヤーのせいって言えばいいわ。まとめ、ハルマゲドンは起きた原因、文化丸投げ型という高度に発展した先進国が生み出した脆弱性が起こした現象。文化や社会というのはあって当たり前のものではなく、先人たちの一工夫によって成り立っている奇跡であるということを理解している人間と音楽性が合わないかったため、ほぼ誰も犯罪を擁護していないし、ほぼ誰も好きな服を着る権利を侵害しようとはしていない。ただ露出の高い服を着ると犯罪発生率が高まりますという認識をこの DJ は認識できない。結果、文化丸投げ型の派閥とそれに乗っかるネトウヨたちによる国をまたいだハルマゲドンに発展してしまった。面白かった、ためになったと思ってくださったらいいねくれー、チャンネル登録。